ベクタはもう死んだのでしょう。それがそうではないの。リアルワールド人はアンダーワールドで死んでも本当の命を失うわけではないわ。皇帝ベクタに宿っていた敵が新たな姿を得て再びこの世界にやってくるかもしれないのよ。いけない、抵抗しないと、戦わないと。シノン、君はサトライザーという名前の意味を考えてくれたことはあるかな？意味は研ぐもの、薄くするもの、選ぶもの、そして盗むもの。私は君を盗む。君の魂を盗む。うん、あなたもリアルワールドから来たのですか？信じるんだ、私を、ヘカートを、キリトを。周囲の空間からリソースを自動吸収し、攻撃力をチャージするソルスの弓、アニヒレートレイの力。アリスは逃げたか。まあいい、すぐに追いつく。君とは確かガンゲイルオンラインの大会で戦ったね。名前はシノンだったかな。お前は神でも悪魔でもないが、ただの人間よ。負けるな、ヘカート！アスナと人海軍がリアルワールドから来た赤い軍勢をなんとか防いでる。ならば私も北へ戻ります。それはダメよ、アリスさん。あなたはこのまま南の果ての祭壇に向かって。これはキリトの。でも、なんでここに。また助けてくれたのね。なら、できるはず。キリトもリアルワールド人よ。この世界で死んでも本物の命までは失わない。でも彼が受けた傷は本物。彼が感じた痛みは、傷ついた魂は本物なのよ。私はね、キリトが好き。
大好きだわ。アスナや他の人もそう。諦めない。たとえイマジネーションによって銃に変形したとはいえ、この武器に与えられたシステム上の特性は持続しているはず。上等じゃない。おじさまが命を捨ててまで差し違えた敵が死んでいないと。ただ一時姿を消し、何事もなかったかのように蘇ると、そういうのですか？ではおじさまは何のために何故に死なねばならなかったのですか？これでいろいろなことがわかるだろう。 STL を返せば生身の人間からでも魂を吸い取れるのかどうか、そして BOB では味わえなかった君の魂がどれほど甘いのかも。You are so web is so sweet。 間違いない、知っている。私はこの目を、この顔を知っている。暗黒神ベクタからあなたとベルクーリさんを助けるために来たんだけど、ごめんなさい、間に合わなかった。 いえ、私が愚かだったのです。相談数はワンマガジンで7発。これが7発目。いいわよ、何度だって相手をしてあげるわ。Yeah。